男の扱いの作り方知ってます？わかんないです。あの普通扱いってこうお湯にこう湯煎でこう酒器とか置いて温めるじゃないですか。はいはい。あれ間にお湯入っちゃってるじゃないですか。うんうん。あれ女なんですよね。なるほど。女の扱いの作り方でも男の扱いの作り方は、はい、直火にドーン、ワンカップインザ直火。そういうこと。これで温まるのを待って、はい、扱いを作る。割れないんだね。うん、大丈夫だと思います。ただ熱いんで手袋がないと。そういうことですね。火傷しちゃうと。こういう手袋で飲む扱い。ああ、なるほどね。もう男、男の中の男男梅サワーさすがさすが飲んで飲んで飲まれて飲んで飲んで、いいね。抜いて抜いて抜かれて抜いて、しっかり抜かれてるからしっかり抜いて抜きつかれてるまで普通の思春期やただの思春期、ただの思春期や。それでは大和さん、男の扱いもいっちゃってください。いっちゃっていいですか？お願いします。男の扱い、直火、直火で作るとまたまろやかさが増して美味しくなるんです。あと、あと、あつ、あつ、男気じゃない、男気がないよ、男気がない、うん、ここじゅうじゅう言わせながら飲めって。そうそうそう、甘えが出てる。これじゃ、ケンイチくん、おいしい？これじゃよ。あったかい？あったかい。普通にお湯？うん、お湯、うん、沸騰するまでやんないってことだね。そうそうそう、そこまでやっちゃいけない、男は。なるほど。それもまた男、感覚が重要だね。そうそうそう。どういうこと？あー、うめえ。抜いて抜いて抜かれて抜いて抜いて抜き疲れて眠るまで抜いて